それでは松代甲冑隊の皆様お願いいたします。時は天正13年1585年うる8月のことでございます。我が真田家はまさに一族存亡の危機を迎えておりました。もはやこれまででござる。兄上、敵の軍勢は7000、しかし迎え撃つ我が軍勢は農民を含めても2000。すでに我らの城は敵に囲まれ、このままでは何日も持ちこたえることはできませぬ。我が真田家もいよいよこれまでか。信忠、弱音を吐くでない。諦めてはならぬ。しかし兄上、いかようにして敵を迎え撃つというのでござりまするか。わしに策がある。敵をこの城に引き入れ、動きが取れなくなったところを取り囲んで撃つのだ。なんと城内に敵を引き入れるというのでございますか。そんなにやすやすと敵を城の中に引き入れることなどできましょうか。まあ任せておけ。わしは勝てぬ、戦はせぬ。ご中心、上杉殿の援軍が到着いたしました。信玄。おお、信繁ではないか。上杉に人質に出したお主がなぜここにおるのじゃ。上杉、景勝公が一刻も早く信濃に戻り、父や兄上の手助けをせよと、それがしをお返しくださったのでござる。そうであったか。さすが景勝公、実に義に厚いお方でおられる。父上、それだけではござりませぬ。景勝公も参られてございます。なんじゃと。真田阿波守殿、お察しゅうござる。おお、金勝殿、秘伝にご加勢いただければ100人力、いや1000人力でござるが、しかしその腕たち、どこからどう見ても天守公にしか見えぬでござるが。バレてしまっては仕方がない。いかにも我は上杉謙信である。おお、本日は上越おつなし招待より本物の謙信公が見えておられるので、役が変わらぬよう上杉管理官として参ったのだ。そしてもう一人、強力な助っ人を呼んでござる。武田信玄公じゃ。おお、阿波の神、久しぶりじゃ。お親方様、しかしこれでは時代交渉がはちゃめちゃでござる。阿波の神、お若いことは気にするでない。こうでもしないと我々の出番がないではないか。ゆえにこうして馳せ参じたのじゃ。ばっちり助太刀いたすぞ。かたじけない。しかしお二人に大暴れされると歴史が変わってしまうので、なるべくおとなしくしていただきたい。それ何をする。いでうるじゃ、殿はおられるか。おお、正助に御用殿、して守備はどうじゃ。何時抜かりね。上杉殿の殿はおられるか。おお、正助に御用殿、して守備はどうじゃ。何時抜かりね。上杉殿の持ち猿襲の配分も整いました。これでバッチリでござる。合図があればすぐにご城下の仕掛けを動かしてご覧に入れます。おお、これは頼もしい限りじゃ。しかしもう一点、敵を追い詰める策はないものかのう。父上、お願いがございます。おお、信行か。なんじゃ、どうしてみよう。それがしに幾百かの兵をお渡りください。さすれば
当主の城に入り、密かに敵の背後を突きご覧に入れます。なるほど、それは妙案じゃ。お主なら信繁と違うて人一倍甲斐が薄いゆえ、敵に悟られることはあるまい。父上、何ということを仰せられますか。これでも少しでも目立とうと陣羽織を新調してまいったのですよ。それでも映画やドラマの主役はいつもの武士ではないか。またこたびも。わかり申した。もうそれ以上はどうせ小倉なんか。さちには矢沢の兵をつける。それに河原殿、貴殿の兵を百騎ばかりお貸し願いたい。わかり申した。存分にお使いくだされ。かたじけない。信行、見事敵の裏を書いてみせよ。よっしゃ、父上行ってまいります。それにしても信行はまだ二十歳であるのに、なぜあのように老けておるのか。ではまるで後期高齢者のようではないか。まあ兄上、若い頃に老けて見えるものは長生きをすると申しますから。そういうものかのう。さすればあやつは90歳くらいまでピンピンしてそうじゃのう。事実、信行殿は戦国の世を生き抜き、松代藩の初代藩主となり、93歳の天寿を全うしたのでございました。姫、皆に例のものを。はい。そうだ、三途の川の渡し神社。しかし命を無駄に落としてはならぬぞ。我らはこの宇津連戦の旗のもと、決死の覚悟で戦い、生きて生きて生き抜くのじゃ。そしてこの戦に勝ち、皆で勝ち抜きを編みようぞ。よし、機は熟した。お葉殿は忍び衆の差配を、浅助と三十郎は出撃して敵を城内に引き入れよ。その七番機の切れ味をたっぷりと敵に自走して参られよ。異彩承知。信繁、甲斐を鳴らせ。いざ出陣じゃ。前こそは真田の突撃隊長、島の神善良の正助であり、打ち取れるものなら打ち取ってみよう。三十郎、いつまで敵対処しておる。矢沢も手を貸せ。母、矢沢三十郎参る。伊勢浦では矢沢を封じ、初めに打っては引く戦法に、敵は次々と城内に引き入れられたのでした。かかりよってな。三十郎、引き上げじゃ。あっ、はい。おお、あれはまさしく敵の総大将、真田阿波守正幸じゃ。皆の者、やつを討ち取って手柄といたせ。おお、我こそは真田阿波守正幸なり。かかってまいれ。おお、浅助に三十郎か。片付けない。城中に引き入れたとは思わせが、さすがに大軍にござる。今少しじゃ、この辺のびっころが敵の背後を突くやつじゃ。そうじゃ、あやつはいつもは影が薄いが、やるときはやる男じゃ。はっ、参る。
送は越後の虎ウエスの剣士速きこと風のごと侵略するほど火のごと我こそは貝の虎武田信玄であり我ら戦国師匠最強の虎命が惜しくない奴らは我らが相手じゃかかってまいれ敵はひるんだぞ皆の者大殿に遅れを取るな押し出せ兄上付け立ちいたすおお信忠かそれに河野殿もよし皆で一暴れいたそうぞおお敵は総崩れを起こしたぞ今じゃ鉄砲隊前へ放て見よう敵が一目散に逃げていくぞよし我らの大勝利だおこうして我らは最大の危機味方の大勝利で乗り切ったのでございます父上やりましたぞおお信行よくやったん何じゃお主若返っておるではないかはあまあよいよし皆の者今こそ勝ち時をあげようぞああ信行勝ち時じゃはあえいえいおおヘイヘイオーヘイヘイオーこれにて本日のお話はおしまいでございますまたいずれ機会がございましたら我らの自慢話をお耳にかけとうございます今日はどうもありがとうございました私たちは手作り甲冑でこの地元松代で甲冑を活動しています松代甲冑隊と申します本日の登場メンバーを紹介させていただきますはじめに真田信之長男真田信之でございます93歳まで来ましたがとっても大変惜しくて終わりましたありがとうございました続いて同じく信之真田信之でございます20歳に若返りました続いて真田信重我こそは真田信重でござる続いて我が弟真田信太真田正幸の弟信太でござる続きまして家臣河原綱井
真田家家臣河原綱家、ありがとうございました。続きまして井出浦正輔。真田の忍者部隊の隊長井出浦正輔でございます。忍者部隊の上に迷彩の甲冑を着ている。続きましてその妻およう。井出浦の妻です、おようです、よろしくお願いします。続きまして冒頭の親方様、上杉謙信公。上杉謙信でござる、敬坊主。なかなか楽しいでござる。続きまして武田信玄の。信玄である、タイムスリップをしてきたわいが、私の剣についていけない私の兜であった。残念でござったところで、そして旗を持っている甲冑隊の皆様、そして鉄砲隊の皆様。お三十郎、そこにおったのか。矢沢三十郎だ。信彦よりもまだ影が薄かった矢沢三十郎にござります。そして本日は特別出演、真っ白神前大使小松姫のお二人でございます。では夕日から町広町観光神殿大使小松姫の白田優衣です。牧野真由美です、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。そして私が、大友である真田正幸でございます。どうもありがとうございました。じゃあここで上越甲冑隊の皆、上越おもてなし武将隊の皆さんも、ここでもう一団体ご紹介したいんですが、本日、我ら甲冑隊に友情出演ということで、小諸戦国武将隊と、それからあと、上田のタッツパーク新という団体が見えたので、ぜひここでタッツパーク新の皆様方が皆様に演舞をご披露したいということでご紹介をさせていただきます。それではタッツパーク新の皆様、よろしくお願いいたします。サスケ、稽古の時間じゃ、準備はよろしいか。マイクを置こうか。切れてしまったことあるぞ。ありがとうございます。我ら、新種豊かな参りました。みんなバラバラにならないように揃ってくだされ。はい、縦サークル新と申します。本日、
観光おもてなし部長7代目真田幸村の平野、そして、6代目姉山小助、小林一子を連れてまいりました、兄上信行様のお祭りということで、こちらも全力を持って、盛り上げてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。では今一度トップアクシー様に盛大な拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。では上越おもてなし武将隊の方もこちらの方によろしくお願いします。何か以前真っ白でお会いしたことがござったかな。あ、そうでございました。わかりました。失礼いたしました。親方様、本日はようこそ長野までお越しいただきました。再び川中島を起こすか。やりまするか。信玄、信玄、信玄。謙信殿も、謙信殿も。近年このほど盛り上がったオープニングは初めて見たってことです。まだオープニングとだ、これからの本番でござる。このように笑いを取れるオープニングはこの数年見たことがないので、昨年のダブルヨーが来て以来の一組ではないかと思います。いや、本物の前で言われると上がっちゃいましたね。二刀流か。初めてじゃマイク2つから。親方様は真っ白にはもう何回も。そうじゃの、昨年この松代で行われておったあの長野食の合戦というものに上杉軍として参陣させていただいて以来でございますかの。その時初めてお会いしたのさようじゃ。あ、主たちは善光寺でおった。そうです。そうなんじゃ。善光寺の御開帳の時にな、ね、初めて相まみえて20年ぐらいと押しかけて。そうじゃの。これは一体何事じゃと思ったか。その後私たちはあの上越の万人の観音会にもお呼ばれいたしましたし、天津御祭りの武将ステージにもお呼ばれしていただきました。ありがとうございました。いえいえ。じゃあそういうことで。いやいや、なんか、まあ、いろいろこれから何のために出てきたんじゃ。わしは、まあ、お押しておるのでもうやめましょう、ね、非常に後ろから押している押しているという。ではここで一発みんなで王と掛け声をかけて退場したいと思います。皆様ご一緒にご唱和を、うん、せーの、おお。どうもありがとうございました。ありがとうございます。皆様素晴らしい演舞ありがとうございました。急いで引け。もう一度盛大な拍手をお願いいたします。